もう本当にお疲れ様でした。あのね、一部はまあ1時間半ぐらいだったから、まあ普通のワンマンくらいかもしれないけどね、2部はね3時間座りっぱなしだったから、みんなのお尻が無事か本当に心配で大丈夫かなって感じ。お尻無事ですか、みんな？お尻大丈夫大丈夫かい？本当にね心配だよ。みんなもきっと疲れたよね。見るのも結構疲れると思う。照明とかもバチボッボブヤーってなっててね、音もズンズンしててね、多分ねお目目もお尻もいろいろ疲れたと思うけど、楽しんでくれてたら嬉しいわ。こんばんだい。もちこヤマトスタートのポジションのガニ股がかっこよかったですガニ股がかっこよかった、ありがとう全然可愛くないよね、あの立ち姿ね。うちも動画見てすっごいガニ股でびっくりしちゃっためちゃくちゃガニ股なの、全然可愛くないで褒めてくれたからいいや、よかった。話す時間なかったからだけど、感想文にできるくらいには良かった。本当にあのね、あれよ、もうね、ところマンスって多分一番古い曲なのかなと思って、なんか今日こう古い曲順に多分やったんだろうなと思って、なんだっけ、あ、笑ってこなくなっちゃったよ。ナナパラからトクロマンスバンザイジャパンできたじゃん。ナナパラがこうバンザイジャパンの曲じゃないじゃん、からもしかしてトクロマンスが一番初めてのオリジナル曲なのかもしれないと思って、そう思ったらさ、一番ね、そんなめっちゃ歴史ある曲でさ、こんなやつがさ大好きよとか言って大丈夫そうって感じなんだっけ。本当に叩かれるかと思って、このワンマンのさ、セトリが決まってポジション表ができて、ところマンスセンターですっていうのを見た時に、あ、これ絶対叩かれると思ってもうセンス投げつけられるんじゃないかと思って、本当に怖かったんだけどでもみんなね楽しそうに見てくれたからよかったボロクソ叩かれると思ってね、めっちゃビクビクしてたんだよ実は。どうしようどうしようと思って震えてたこんばんは。何これのキラキラの虹色卵みたいなの、かわいい、ありがとう。お星様レインボーめっちゃキラキラ、頑張れ、お疲れ様でした、ありがとう。新月のセンス回し初期のジュリアさん並みにうまく届いて、あれすっごい練習したの、 あれができるようになったのは2日ぐらいでも出る前もずっとセンス回し練習してた本当にね、一昨日ぐらいはこう回せなくて、え、どうしたら回せますかって言ってレッスンでメイさんとかに聞いて、本当に下手くそすぎてめちゃくちゃ笑われてたの頑張れとか言って、ね、どうにかね回せた。もうすごい練習したの、センス回し。ワンマンで一番できるようになったことは多分センス回しです一番成長したセンス回しが、頑張った。難しいねでもあれはね。こんばんだい。もちろん前そう一部でやられて、なんだこれ、なん読めないよ漢字が漢字が読めないけど、なんだろう、二部でもやってくれて大好きを、なん、立ち上がるのあ、こぼしたね、漢字記したかと思った、こぼしたか、しずくみたいな。そう、二部でもね、もちまるでした埼玉県のメンバーが3人でねやってたんだよ、嬉しい、よかった埼玉県の人でこんばんは、チェキありがとう。私ところマンスに投票したから嬉しかった。そうなのね、ところマンスめっちゃ好き、かわいいよね。私もセンターで歌えてすごい嬉しかった、ところマンス。これはもうね、孫まで語れる腰が痛いですだよね、絶対痛いと思う。だってなんか椅子にこうやってねずっと座ったら痛いよ、お尻と腰にねいたわって、なんか湿布とか貼ったりしたら良きだよ。
むっちゃんこんばんざい、こんばんざい。一部行けばよかった、終わる時間がかからなかった、行かなかった。そうだよね、終わる時間出てなかったよね。確かに確かに、出しとけばよかった。あら、でも明日会えるかな。わあ、ランチキも買っちゃった。なんかうさぎのやつ、あ、うさぎのあれだ、ステラルーの耳つけてるやつだ。ありがとう、お迎えしてくれて嬉しい。おやつに餅っていいのかなって思った。おやつに餅はいいんだよ、もちもち。明日チェキ取ろう、取ってくれるの嬉しい。そう、明日もね、驚きびっくりなんだけど、明日も3本ライブがあるの、ワンマンの次の日なのに。びっくりした、自分が一番びっくりしたんだけど、え、3本あんのみたいな。アフターイベントだけやと思ってたね。実はいっぱいあって、明日は3個あるっていうことで、全部遊びに来てね。一つ目は今日と一緒の渋谷のストリームホールさんで、アフターイベント、その後は渋谷のエイジアで対バンで、その次は新宿の、あ、新宿じゃない、新木場のところでメインステージのあれ通りだよ。1日3回やります。明日しかもね、アフターイベントの立ち位置が結構やばめ、シンポジなの、寝る前に確認しないと。とりあえずワンマンが終わってから見ようと思って見てないから、これ終わったら頑張って覚える。こんばんは、大好きヨガバチバチ、よかった。本当に嬉しい、みんな褒めてくれてよかった。本当に叩かれると思ってたから。本当にどうしようどうしようって思ってたんだけど、みんながね、意外とよかったよって褒めてくれたから安心して眠れる。エミノンチェキ明日もらうらしいね。ん？チェキ？チェキ今日でもエミノさんのチェキ私もらったな。ナオくんが買ってくれたやつかな。チェキもらったんだよ、今日書いてくれた。これ。かわいい。これね、ここに、この辺に飾る。嬉しい。こんばんは。ハードな一日だね。そうだよ、明日はね、とてもハードな一日なのよ。急遽配信あったから、寮母見れてよかった。そう、配信もね、アーカイブも残るから、また、長いからね、暇な時とか、見てくれたら嬉しい。あと、なんだろう、こう、部屋の掃除するときに、作業用 BGM みたいな感じで、垂れ流しにしといたら、多分、全部聞けるから。いいと思う。鬼だな。もう鍛えられるよね。死んでるかも、明日の新木場。大好き用があったからチェキを取りに行きました。やった。嬉しい。やった。またやりたいな、ところマンス。めっちゃ、前も好きだったけど、より好きになった。配信さっきまで見てた。じゃあもう一回見よう。もちまるもね、まだちょいちょいしか見てないから。全部見たいわね。ワクワク。今日はね、何に出たかというと、一部は新月とザンスとところマンスと願い星でした。意外とね、床がツルツルすぎてめっちゃ勢いよく行ってたらバランス崩しそうになって大変だった。新月とところマンスは一部と二部両方出てたんだけど、うちも好きだから嬉しかったな。あとは出たことないのめっちゃ出た。2部は記憶とか出たことなかったし、パラレルサマーとか、まあ、盛大に間違えてるけど、ハルルジュビリーとか。あの辺も初めて出たかな。あと初めて出たのあったかな。ないかな。ないかも。声枯れは前も出たし、そんな感じ。そんな感じです。本当に頑張ったつもり。全然思うようにできてないけど、楽しかったのでね。うん。もっちこんばんざい、やっほー。グレートフル現場で聞くと泣きそうになるのに最後に持ってくるとかしかメンバーね、わかるな。あれ歌詞がめっちゃいいよね。ちょっとうるうる、みんなさ、なんかさ泣いてるからさ、本当やめてくれよと思って。
すぐ泣くんだよみんな本当に。ちょっとやめてと思ってあんま見ないようにしてた。なんかクマさんの卵ありがとう、かわいい。なんで卵イースターだからめっちゃ卵がいっぱいだね。全部見たら朝になりそう。今何時、今12時そうだね、朝になっちゃう。それは朝になっちゃうわ。明日は大変だっけど3本のライブ乗り切るぞ。あと笑顔でいられるかだけ頑張ろう。やった。明日はねさ、エミノさんラストだから、エミノさんにもらったカチューシャつけたいんだ。これこれをね新木場でつけようかなって思って、あんまもちまるなんかすごい可愛いのに私の顔に似合ってないかもしれない。でも可愛いから明日はこれつける。と今日お団子にしたの、これ YouTube 見ながら朝頑張ったんだけど、どう？YouTube 見て頑張ったの。めっちゃ不器用だからさ、これを30分ぐらいかけた。三つ編みしてグリグリしてっていう、なんか羊ヘアみたいなやってみたの。どう？よかったらまたしようかな。個人的にはね結構いいかなって思ってるんだけど、どうかな。もちもちもち。今日のところマスが一部のナンバーワンでした。嬉しい、やった。そう本当にドキドキすぎた。もうね震えすぎてた、もうキュロキュロしてた。多分顔やばかったと思う。あのサビに入ってこう大好きようが近づくたびになんかもう、あやばい来る来る来るみたいな。もうめちゃプルプルしてた。足に力入んなすぎて、もうあれ終わった後のトックロマンス終わった後のこう願い星のこのスッキリ感がすごかった。耳、そう耳だよ、クマさんの耳みたいな。またマウント取る、取った、可愛いでしょ。めっちゃ可愛い、やった嬉しい、可愛い、やった。一部は正面でもちゃんに白サイルも増えてよかった、見えた、フリフリ。ありがとう、チェキも嬉しかったよ。そうワンマンだとね、私は初めてのワンマンだったから、確かこうサインを書かないっていうルールを知らなかったから、なんかねこうポイポイポイって割れちゃってすごい申し訳ない気持ちがいっぱいだけどね、喋りたいこといっぱいあったんだけどね、またなんか機会があればワンマンの話しよう。楽しかったな。明日のアフターイベントもねめっちゃ楽しいのでね、みんな来てね。で新木場の夜のメインステージもラストだからみんなびっくりすると思う、見たらわーってわーってなるよ。だから絶対見てほしいな。今日一部ねそうママが見に来てたんだけどな、なんかちゃっかりセンスにさなんかサインもらっとんのよね。なんかセンス買ってんのか知らなかったんだけど、なんかめっちゃちゃっかりねサインもらってんの、うちのママ。で絶対全員分ないんだけど。誰のがないんだろう、何個あるんだろうこれ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19個。あとは私と今日何人いた、23かから4人、誰だろう、あんまサインがこれ誰のサインみたいなあんま分かってないけど、そうなんかちゃっかりねセンス買ってサインまでもらってたわ、うちのママは。かわいいね。天気が雨予報なんだよね。あそうなの、やだな、割と雨か、雨やだね。 あれ傘持っていこうみんなで。雨でもやだ、髪の毛湿気がボソボソになっちゃう。ママさん、そうママさんね、なんかサインもらってた、しかも娘のサインないんじゃけど。娘のサインないんじゃけど勝手に書いちゃおうかな裏に。なんかいい感じにもらってんの、いいな。今日23だった、今日は4月3日だよ。 23?23 ってどういうこと、今日は4月3日だよ、23日じゃないよ、そういうことじゃなくて、
どういうこと？わかんない。どういうことだろう。ちょっとわかんないわ。今からサイン入れるしか本当に。ちょっとでも結構埋まってるから裏に書こうかな。裏面にちょっとでっかく書いちゃおう。いらねえよって言われそう。スターイベントは確か S を取ったはず。お、いいね。前の方だね。わあ。どうなの？見やすかった？今日のところは。見やすいのかな？みんな敵目線で見るとどうなんだろう。私たちは結構ステージが高めだったから、みんなのことすごいねちゃんと見えてやりやすかったけど、見やすかった？大丈夫？あ、下の準備をちょこちょこしながらお話しするね。よいしょ。充電器充電しなきゃだ。下はスターイベントと渋谷のエイジアと新木場のスタジオコーストカーストどっちコーストかな、コーストさんでライブ、あのスタジオコーストさん新木場のやつがエミノさんのラストなのでね、みんな集まってね、明日チェキ取ろうね。嬉しい、チェキ取ろう。はい、こんばんは。こんばんは、ありがとう。みおちゃん最近、あ、この子かって一致したの実はコースト、コーストかカーストかコーストかどっちだろうって思ってたんだけど、コーストね。新木場のスタジオコーストさんです。明日はエミノさんのラストライブ、本当に始まった瞬間にびっくらするからみんな見てね。明日は初めて出る曲ある。明日もだからまだワンマンは終わってない気持ち。初めて出る曲があるし、シンポジウムあるし、わーって感じだから、みんな温かく見ててね。アフターイベントどれぐらい来るんだろう。なんかさ、こう得体の知れない感じでさ発表されたじゃんねなんかアフターイベントですみたいな、何やんのかメンバーも知りませんみたいな感じでね、なんか得体の知れない感じでチケットが発売されて、みんなもよくわからないままチケットを買ってみたいな感じだと思うんだけどあれだな、アフターイベント本当に私たちもあれツイッター見て知ったから、え、これ何みたいな誰も知らないみたいな、こんなん聞いてないけどみたいなね感じであったんだけど、明日はアフターイベントです嬉しいです。そう、すごい可愛いって実は見てるの変態だと思われそう。女の子大好きマンなのでね、あ、可愛い女の子だって見てるのメル姉さん昇格したんだね、お祝いチェキ取らないね。そう、メルさんがね今日でなんと昇格したんだよ。おめでとうだよね、嬉しい。めっちゃ可愛かった。今日のさ2部でもう衣装全部着れてるから、もうすごいいろんなメルさんを見れて楽しかったんじゃない。みんな、私たちも楽しかったあ、新衣装はこのタイプなんだとか、あ、カラフルこんななんだとか、紅白はこの柄なんだみたいなね。そう、着るのがすごいちょっと大変そうだったけど、いろんな全部似合っててすごい可愛かった。私も一緒に写真撮りたいな。コロマンさんありがとうございました。投票してないけど、みんな何に投票したの？そういえば入ってた？みんなが入れた曲は、私的にはね、でも金魚が1位なの個人的には結構意外だったんだよね。うちは十人十色だと思ってた十人十色かダンスとかかと思ってたんだけど、金魚なんだねと思って。みんな何に入れたの？気になる。もちこやっほーやっほー。ちまるさんも続いて昇格しないとね、昇格できるように頑張るね。頑張らなきゃ。ちょびっとだけおもちくの白ふた。へい、天才だわし
歌知らん、歌知らん、一曲も知らないことないよ。何知ってる？あ、トイロ、トイロに入れたの、たくさん。トイロいいよね。なんかトイロが定番曲みたいな感じある。まあ、一番最初のメジャーリリース曲だからっていうのもあるのかもしれないけど、トイロが一番人気だと勝手に思った。新月、新月に入れた？新月もいいよね。リフトめっちゃかっこよかった。もうなんかセンス回すことにでも必死すぎて、こう気持ち半分ぐらいしかリフト見れてなかったけど、あ、上がってる、かっこいいって思ってましてた。真剣にこう、あ、かっこいいなーって。でも頑張らなきゃって、吹っ飛ばしそうになってすごい怖かった。抜けそうになるんだよね、どんどん上に上がってきてて。で、飛ばさなかったから褒めていいよ。意外とみんなにね、そう、センス回し上手だったねって褒められて嬉しいの。もうすごい練習したから嬉しい。3曲ぐらいしか知らん。何知ってるの3曲。あ、島田さん推しなのね。そうだよね、ハリーさんはレナさん推しだよね。センス、確かにセンスのさ、落ちサビのレナさんの歌い方すごい好き。あれはね、レナさんしかって感じだよね。こうでか願いから金魚と予想はしてた。七色も入らなくて悲しい。レナさんの歌い方めっちゃ好きなんだよね。ところマンスの落ちサビもめっちゃ好き。わかる？歌い方すごい好き。いいよね、声がね。センス回し上手かった。本当に嬉しい。もう多分一番こう成長したこのワンマンのおかげで。今日シングル曲は全く選択肢になかった。なるほど。新月のあもちゃんのセンスの回しのセンスが良かった。おー、回しのセンスが良かった。やった。じゃあまたできるかな。センス回し。でもめっちゃ緊張してた。もうね、こうサビ終わった後ぐらいに、あ、そろそろセンス回し来るぞと思って。来るぞ来るぞって思って。受け取って開いて、よしよしよしって。回してた。しおちゃん人気、あ、なるほど、確かにそうだよね。しおりさんの、しおりさんが人気だから金魚が1位だったって、まあ、確かにそれが大きいかもだよね。確かに確かに、ゆみさんがセンス回し苦戦、そう、意外、あれ見えた、あ、ゆみさん頑張れと思って、そういう、まあ、あの出る前もね、一緒に練習してもらってたんだけど、もちちゃん上手だったよって言ってくれて嬉しかった。コロマンスのもっちゃんの大好きを朝のアラームにしたい。じゃあ今度ボイスメッセージで頼んでくれたら歌うね。ボイスメッセージ何秒ぐらいだっけ、20秒ぐらいだっけ、サビの半後半半分ぐらいからだったら歌えるかな。一部とコロマンス落ちサビ目の前で見れたか、あまり泣いちゃうかもだった。おお、ね、最近ほんとレナさんの歌い方が好きでめっちゃ真似したいってなった。無理だけど。その手があったか。そうだよ、こう推しメンのここの歌い方好きだなみたいなやつ、ぜひボイスメッセージとか動画で頼んだらいいと思うんだよねってずっと思ってる実は。明日は渋谷ストリームホールでライブなので、そろそろ終わるね。起きれなくなっちゃう。明日も、まあ、今日よりはゆっくり寝れるけど早めなので頑張って起きるぞ。昨日も結局ね、1時間半ぐらいしか寝れなかったから結構眠い。結構眠なので、そろそろ終わります。おつもっちありがとう。では埼玉県の電動シビナライ、もちまりゆきでした。よかったらルームフォローと、ツイッターのフォローと、インスタのフォローお待ちしてます。明日も、明日何時かな、わかんないけど夜配信するか遊びに来てね。うんとね、ん、ねえしな、ねんねか、ねんねしな、うんとねんねしたら明日のあれだ、多分いないわ。うんと寝てたらね、明日のアフターイベントはいないね。もちまる寝坊のためライブの出演がなしになりましたって。
なるかもしれないよ。大変そうならないように頑張って起きるので、頑張って起きるんだよっていうなんか送っといて、なんかなんて言うんだろう、応援のオーラを送っといて。お疲れ様、はしゃありがとう、ありがとう、こちらこそみんな来てくれてありがとうね。見れて嬉しかった、わーい。私もみんなとお話できて嬉しかったし、もう今日はもうとにかくね、ワンマンが楽しすぎてもう幸せいっぱい、すごいね、いい思い出ができた。初ワンマン、初ワンマンだったんだよ実は初ワンマンがこんなボリューミーなねワンマンで、本当に思い出に残る素敵なワンマンになりました。みんなのおかげだよそれは、本当に楽しかった。またワンマンやりたいね。ワンマン最高だな。まあちょっと大変だったけどね、全曲はもう本当にもう舞台袖がね、もうアスリートのベンチみたいな感じだったけど、本当にみんなそれぞれ頑張ったしね、みんな推しメンを褒めてあげよう。足がなくなりそう最後に大きくなったね、ありがとう、大きくなった島屋さん、明日会いましょう、そう言って楽しもうね。そう、明日来てくれる人楽しもう。アフターイベントもシンポジなので、私はこの後お風呂に入りながら頑張って覚える、間違えても温かい目で見てね今日はもっちゃんがさらに好きになった、やった。今日はみんなにね、いっぱいもちロマンスを褒めてもらえてすごく嬉しかった。またもちロマンスできるように頑張りたいね。おやすみ、ありがとう、おやすみ。お風呂、お風呂、そう、お風呂入んないと。今日ね、実はめっちゃ足が臭いです頑張った成果だからめっちゃ足臭もちまるだから、キレキレもちまるになりにお風呂に入りに来ます。ではみんなおやすみ、明日も楽しんで頑張ってね。明日も楽しむぞ、来てくれる人は明日も楽しみましょう。ワンマンの余韻をもうひたひたで、明日もね渋谷のストリームホールに遊びに来てね、きっと当日券とかもあると思うから、ぜひぜひみんな遊びに来てね。あ、また野菜に来るよ、おやすみなさい。じゃあみんなバイバイ、また明日ストリームホールと渋谷のエイジアと新木場のスタジオコースと全部全部待ってるよ。じゃあみんなバイバイ、お疲れ様でした。作業着のおじさん、初見なのおじさんもバイバイ、みんなおやすみなさい、バイバイ、もちまるでした、また明日ね。